サブリナ・サトー・ラハールは、ブラジルのプレゼンター、女優、モデル。それは、国のカーニバルのハイライトの一つです。TV グローブで、リアリティショービッグブラザー・ブラジルの第三版に参加することで知られるようになりました。彼女は10年間、プログラムパニコを統合して、キャリアを築きました。これは、ジューブ・ムパン・ FM のラジオバージョンとテレビの両方です。そしてテレビマンデランテスで、 2013年に彼女はレコードトブに採用され、2014年から2019年まで毎週のサブリナプログラムという名前がついた夜の行動プログラムを発表しました。2020年3月8日からサブリナはサンデーショーのアトラクションを指揮し始めます。半分が日系である。リアリティ番組ビッグブラザーブラジルの第3シーズンのメンバーであり、6位にランクしていた。 ラジオ局ジューブムパンが主催する人気若者向けコメディ番組パニコに出演し有名になった。番組の中で自身の知的な限界とカイピーラーアクセントを自虐的にネタにした。2003年9月にレデ TV のテレビ番組パニコな TV のリポーターになり番組内で危険であると思われる変わったトリックに挑んだ。例えば体中を蜜チで覆われたり、 生き埋めになったり、虫さえ食べた。2006年には番組を降板すると発表した。最初のシングル、イーベルガージを発売したすぐ後に降板すると思われていた。しかし、後に番組に戻り、すべてが派手な宣伝活動であったことを明らかにした。2回、ブラジル版、プレイボーイの表紙を飾り、ヌードを披露している。同志の表紙を飾った初のアジア系ブラジル人である。 ありがとうございます。